ヒカキン TV Everyday。 ハロー YouTube。 どうもヒカキンです。あのビックリマンチョコが30周年を迎えたということで、新しい商品が売ってたので買ってまいりました。それがこちら、ビックリマンチョコオールスター悪魔 VS 天使。はい、今回パッケージ2種類売ってたので2つ買ってまいりました。もう僕は狙うはただ一人、私ヒカキンはこのスーパーゼウスを狙うのみです。当ててみせます。ビックリマンチョコ、それじゃあ行くぜ。まずじゃあこっちのゼウスが乗ってる方のパッケージ、こっちの方がなんか当たりそうだからな。いきます。スーパーゼウス頼むぞ。なんかね、最近ね、ビックリマンチョコパズドラともコラボしたんで、なんかビックリマン見るとパズドラをね、思い浮かべてしまうんですが、さあ行きますよ。ウェアーズの下にゼウスが。行きますよ、3、2、1、ゼウス。サンマルク、サンマルク、リピートアフトミー、サンマルク、サンマルク。はい、というわけでサンマルコいやー、ゼウス当たんないな。でもピカピカだぜ、サンマルコ。ネクスト。うん、うまー、うまー。今日朝から晩までね、外で収録で何も食べてなかったんで、めっちゃうまい。さあ行きます、2袋目というかラスト、行きます。スーパーゼウス、ゼウス。はぁ、ゼウスを感じております。行きます、3、2、1、ゼウス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 。セントフェニックスセントフェニックスビックリマンとロッテ一筋。はい、ということでスーパーゼウスやっぱ出ませんね。2枚重ねて食べるか。こういう時は2枚重ねに限るな。うん、うん、贅沢だねこれ。分厚くてうまい。それもね、今回のこのビックリマンチョコは、30周年記念の商品なんで、ちっちゃく書いてあるんですが、みんなで選んだ復刻シール入り。もう AKB みたいに総選挙みたいなのやったんですね、これ。まあ、ファン投票ですね。で、今までのこう歴代のビックリマンで好きなキャラはという投票を行って、人気のキャラのシールが選ばれてるみたいですね。だから古くからのビックリマン好きにはたまらないんじゃないでしょうか。とりあえずヒカキンズポイント。30年ってすごいですよね。僕生まれてませんからね。僕が生まれる5年前から売ってたってことですもんね。それがね、今でも人気で、そしてチョコレートも美味しい。スーパーゼウス出たら嬉しかったんだけどね。まあ、出ないからまだ買うんだろうね、僕はね。この動画がもしよければグッドボタン、高評価をぜひお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。バイ。私ヒカキンの LINE 公式アカウントができました。この動画の概要欄に友達登録できるリンク貼っておきますので、ぜひぜひ友達登録よろしくお願いいたします。その他 ID 検索でアットヒカキンと検索しても出てきますし、 LINE 公式アカウントの芸能人の欄にも載ってますので、ぜひ。それでは LINE でお待ちしております。たらくたらくたらく